フェブラリー S9 ペプチドナイル漂う勝負気配竹秀氏、攻めるイメージ東海 S は6着に甘んじたペプチドナイルに勝負気配が漂う金曜朝は半路 4F59 秒7から1回13秒3で姉妹をサッと意欲的な調整だ武衛氏は守りに入るより攻めるイメージと力を込めた枠は5枠9番に決定 枠はどこでもスムーズな競馬ができればと思い描いた。